どうも、今日も京都で、PUBG やってます。このところ、チームワークに恵まれず、前回みたいな神スクワットが、なかなか収録できておりません。というのも、大体がミリベやポチンキに行きたがり、速攻で壊滅して終わり、なんてパターンが、山ほどあるからです。かくいうただいまも、無理くりミリベに降りてきたというのに、私以外はちっとも物資を漁らないという、謎のチームに出くわしております。引き殺されるかと思っ。よくわからないんですが、車が障害物にめり込むと、瞬間的に超ダメージを受けて、大破する仕様のようです。まったく、近頃の人は、ジープもろくに運転できないんですか。私も、主観視点では、大事故を経験していますけど、さすがに三人称視点なら、あんな証もない死に方は、絶対にしません。たとえそれがバイクであってもね。やっはー。こうなったら一人で生き残っちゃうもんね。うわーん。はい、真面目に PUBG やりますパート20です。別にふざけていたわけじゃないんですけど、過去最高にアホな終わり方をしてしまったので、動画に入れてみましたとさ。さて、今回もチームスクワット、島の南スタートですね。検問所近くの町に、ブルーが行きたがっているようで、私も便乗することにします。随分離れてはいますが、最低速度を維持すれば、なんとかなりそうな距離、なんとかなりませんでした。パラシュートをグリングリンして、距離を稼いでは見たものの、手前のサービスエリアみたいな集落で、妥協することに、実にありがてえことに、いきなりレベル3ヘルメットです。ところで最近は、敵がいないことが明らかな序盤に限り、ハンドガンは拾わないことにしています。あ、グリーンがレッドになっとるやないか。どう見ても助けられませんね。まあ、ブルーのマーカーに乗り気でなかったような気もしますし。ちょっと気の毒といえば、気の毒です。AK ゲット。今までは、割と頼れる武器に思っていたんですが、オートで撃つと弾がばらけまくって、返り討ちになるパターンが多いんです。そもそも、オートで撃たないといけないような距離が、苦手というのもありますが、いずれにせよ、もっと安定感のあるアサルトを、所望しております。毎度おなじみの、高速アサリングの結果、ざっとこんな感じになりました。目玉は、スナイパーとかした AK 先輩ですね。サプレッサーに4スコとか、とんでもない積もり方です。UMP の方も、まあまあ整いまして、装備はもう、これ以上望むこともあるまい。レベル2ベストも着込んでますし。この時点で、島で一番充実しているの、私じゃない?ってレベルですね。そうは言っても、装備が完璧だろうと、不意打ちや複数人での銃撃には、どうにも対抗できません。一番大事なのは、どんな状況でも慌てない、絶対的な冷静さでしょう。敵と出会って、アバアバしていると、エイムブレブレで、行動が雑になりますからね。やはり、死んだら終わりというルールが、他のゲームよりも強烈な、緊張感を生んでいるんだと思います。そんなこんなで、一通りあさり終わって、ご満悦ブルーと合流です。オレンジも車をゲットしたようで、遅刻はしないで済みそうですね。バギーよりも、ジープに乗り換えた方がいいかなー。と、一瞬の迷いがあるようでは、まだまだだということです。落ち着いて考えれば、ジープの方が被弾率は低いことがわかるはずです。こういう小さな選択ミスが重なると、鈍活がどんどん遠のいちゃいますね。む、敵のジープ発見。これはいけません。事故っている場合じゃないんです。もう一人います。右側の建物。痛いっしゅ。このくらいかすり傷よ。オレンジもジープを降りて、加勢してくれるようですし、ここで倒すべきですね。こういう時、お高いヘッドホンや、サラウンドなオーディオ環境がある人は、発砲音や足音の、
正確な方角がわかるんですが、1000円のイヤホンでは、それも叶わぬ夢よ。左右の音の偏りと、向いている方向から、推測するしかありません。ああ、オレンジダウン。なるほど、あっちですか。さすがに突っ込めないので、2階から目薬先方で行くぞ。絶対あの辺に、いるんです。ぬ、相続人を発見。よし、ワンダウン。が、まだ仲間がいるようです。全滅させたいのは山々ですが、たとえ勝ち戦であっても、サークル外で戦うのは愚の極みです。サークルに遅刻するような敵は、どうせ終盤まで生き残れないでしょうから。体力と回復アイテムを温存する方が、トータルのリスクは小さいと思います。ふう、とりあえず、このまま安全圏まで行きたいものです。出だしで二人になってしまうとは、なかなか厳しいものですな。私の第六感によると、サークル端の山の中が安全らしいです。とりあえず、ベランダの角に頭をぶつけたくらいのダメージを回復するかどうか、なかなか悩ましいところです。は。このブルー、思いのほか好戦的です。援護しようにも、敵の位置が私にはわからないわけですから。それまでは一人で戦うことになるわけで。ノラスクワットでは、ほぼ確実にやれる状況以外では、自分から仕掛けない方が、いいと思います。こんな風に、周囲のクリアリングくらいしか、支援ができない仲間が、出てきてしまいますからね。とはいえ、反撃を受けていないところを見ると、ブルーは、かなり遠くの敵を撃ったようです。それだったら、やぶさかでないね。は。いやいやいや、ブルー、バッチリ反撃受けてるじゃないですか。銃声がくっそ遠いため、4倍スコープ以上の倍率で、見られていると見て、間違いないでしょう。助けに行きたいのは、山名だけに山々ですが、スナイプされた仲間を助けるには、相当慎重なポジショニングが、必要になり、それは無理なやつですね。今度は私も死んじゃう、やばいやばい。回復アイテムはたんまりあるにしても、位置バレしている仲間を助けるのは、不可能です。すまんなブルー。蜂の巣をつついてしまった責任は、自分で取っていってね。私はお薬を決めて、逃げさせていただきます。このくらいだと撃たれないということは。あれ、これ蘇生できるんじゃない？そう、この木の真裏なら、死角に入ってるんじゃなかろうか。そんなことはなかった。今度こそ無理です。さらばブルー。おっと。今のは、フライパンが防いでくれた音ですね。やはりフライパンは、拾っておいて損はない、頼れる防具です。ん？ちょっと待って。やべえよやべえよ。エネミーラインという映画を思い出しましたゆえ、本日はこれにて撤退いたしとうござりまする。三人に勝てるわけないだろいい加減にしろ。悲しいかな、まだ50人近く残っているのに、ソロプレイになってしまいました。これはもう、ベスト10入りできたら、花丸がもらえるレベルの、無理ゲーオブザイヤーです。ラスト4人とかで、敵が3人チームとか、勝てるわけないんだよな。まま、とりあえず私も、命ある限り頑張りますが。まずはお尻を削りたがっている、青サークルから逃げませんとね。時間はかなり厳しいので、この最初兵物がどうとか、言ってられません。周囲では銃撃戦が頻発しているようで。こんなギリギリアウトな状態で、わざわざ私を撃つようなプレイヤーは、そうそういないでしょう。というか、これ、間に合うんですかね？青サークルが停止した瞬間、次の段階のダメージ量になります。ダメージゾーンのダメージは、サークルが収縮するたびに、倍々になっている感があります。うおーん。痛い。痛いんじゃあ。立ち止まって応急処置キット。
は無理そう。こんなことなら、先にドリンク鎮痛剤を決め直しておくべきでした。本格的にダメそう。ギリギリセウト。ふぅー。もしこの木陰に誰かいたら、それで終わっていましたね。ちょっと余裕ができたので、包帯を7巻くらいしておきましょう。応急キットは、いざという時に残しておきたい。今がそのいざという時なのでは?と、切な反問しましたが。誰にも気づかれてないし、平気平気。サークル端の、木陰病院を退院しまして。ほどなく青サークルに尻をかじられそうでござる。幸い、この辺まで収縮すると、走れば十分間に合う距離でしか、サークルは縮みません。が、敵との遭遇率は、反比例して跳ね上がっていくため、木陰一つ一つ、きっちりクリアリングして進むのが、望ましいですね。ふむ。農場を一望できる、この辺りが良さそう。サークルギリギリですし、お尻に穴が開かずに済みそうです。さて、行き着く暇もなく、次のサークルです。もう少し坂を下れば、大丈夫そうな距離ですね。サークルの出れに乗じて、しばし索敵と、あわよくば狙撃をしていきましょう。AK で狙撃するなんて、盛大に間違っている気がしますが、残り13人、ということを加味すれば、別に倒せなくてもいいんです。あの辺に、まだ複数人が健在の、手強そうなチームが見えます。あの人たちに生き残ってもらっては、大いにコマリングですので、適当に狙いをつけて、あわよくばダウンを狙います。長距離狙撃を受けたら、間違いなくパニックになるでしょうから、彼らは立ち上がらざるを得ず、それで周囲にバレて、他の人とやり合ってくれる。この不利な状況を覆すには、とにかく人数の多いチームを刺激して、小競り合いを誘発させることが何より大事です。ほら、私の適当な狙撃でも、向こうで大乱闘が起き始まりましたよ。利用できるものは何でも利用する。それが、チームスクワットをソロで戦うための、基本ですね。いい感じで人数が減りましたね。間もなくサークルのお時間ですので、そろそろ坂を下りますか。また遅刻か。でもまあ、大半のプレイヤーが、銃声の下の農場に注目しているでしょうし。ちょっと走ったからって、見つかることは、お願い許して。おうおうおう、この落とし前、体できっちり払ってもらうからな。いやー、相手のエイムが、私以上に頑張ってくれたおかげで、寿命がほのかに伸びましたね。二度あることは三度あるを体現する、遅刻常習犯がこの野郎。マップを少し読み違えていたせいで、応急キットが無意味になくなってしまいました。そして、次のサークルは、まあまあ近場ですが、遮蔽物も木陰もありゃしません。残り6人ですから、さすがに4人チームがいるとは、考えにくいですが、3人チームと2人チームがいれば、いい感じに潰し合ってくれそうではあります。とりあえず、さっきの狙撃の際には、サークルの反対側に、1人か2人、生き残っていた気がします。つまり、他の3人くらいは、西側の建物周辺に、潜んでいると見るのが、妥当でしょう。この辺をねっとり観察すれば、1人くらい見つかりませんかね。一人お亡くなりです。銃声が全く聞こえませんでしたので、サプレッサー持ちで、かつ、建物のさらに向こう側、いるとすれば、そんなところでしょうか。ぬ、敵鋭発見。あんなところで堂々と、殺してくれと言っているようなものです。あそこに伏せましたか。4度目の正直。視聴者の皆さんは、私みたいな、遅刻常習犯にならないよう、サークルの残り時間には、常に気を配っておきましょう。などと申している間に、一気に2人消えました。残りの敵は2人ですが。正面奥に1人。
そして、ダウン状態だった敵が、サークルに削り取られたようですよ。つまり、チームスクワットなど不要、タイマンに持ち込むことができたわけですね。しかも私は、4スコサプレッサーに加えて、最後の一人の居場所を、およそ把握しているわけですから。くっそ有利というか、こんなのドン勝できない方がおかしいんだよな。と、フラグっぽいことを言ってみたものの。すみません、敵の場所が、正確にわかりません。カメラがサークルのビリビリ、グネグネとかぶったせいで、敵を見失ってしまいました。あと一回くらい、立って動いてくれないかしら。サークル的にも、向こうは動かざるを得ないはずですし。こういう時、手榴弾があればなぁ、とつくづく思います。かくいう私も、さすがに適当に撃つわけにもいかず。おまけに、正面のハゲた道を、渡らなければなりません。最後の収縮が始まりまして、時間の猶予は、20秒もないでしょう。サークルのエフェクトが、絶妙にカメラに被って、見づらいこと見づらいこと。いい加減、ハゲロードを渡らないといけませんかね。こんなの、相手が用心深ければ、一発アウトなルートなんです。あれ?諸田で駆動。草むらを眺め続けて1ヶ月の私が、見逃すはずないだろ。死ぬがよい李白。あっぱれな戦いであった。中盤で最後の一人になっても、決して諦めてはいけない。起点とサークルの引き次第で、まだまだ挽回可能だということを、学べたゲームでしたとさ。ということで、今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。